皆様、こんばんは、ショーイ、桐村麻里です。こんばんは、ショーイ、井上由香です。はい、1月10日、水曜日。はい、今こそ、真に年が明けました。はい、明けました。明けましておめでとうございます。収録時が。おめでとうございます。今年も皆様よろしくお願いします。由香ちゃん、なんか初夢とか見ましたか？見ました。見ました。お、なんかがっつり夢を見たんですけど、おうおうおう、もう覚えてないんです。もうすぐ忘れるんですよね、夢。何かね、はい、見た気がするけど。でもなんかすごい怖いのとかなんか嫌な夢ではなかったので、なんか冒険する感じの夢だったので、うん、まだ良かったかなと。冒険っていう感じでした。そうなんですよ。マリさん見ました？私もね、何か見た。はい、何かを見た。ですよね。何かってなりますよね。何か見た。ねえ、まあ昔の人はね、一富士二鷹三遊びって言いますけど、はい、ゆかちゃん、ね、夢で、例えば何が出てきたら、はい、これは嬉しいなと思う。え？夢で何が出てきたら？異病本、異病本。異病本異病本の顔すら浮かばねえ。あ、でも、そうですね、なんか、昔は好きなアニメのキャラクターとかが出てくると、すごい好きだったりすると、なんかすごい嬉しかったりするんですけど、今は何ですかね？あの、うん、あれです。自分に子供ができた夢とかを、すごいじゃん、何それ。見ると、すごい、あの、嬉しくなります。すごい。すごいね、それ。ですよね。もう、あの、ね、まあまあ、まあ、なかなかの年なので、はい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 、そうなんですよね。多分、幸せな家庭を求めて、それ気づいてる自分を何、何かありました夢に見るのが絶望的だからですかね。ないものねだりですよ。あ、でも私、二次元のキャラクターが夢に出てきたことってそうそうないかも。はい、あ、本当ですか？うん。私もでも時々ですけど、うん、本当になぜかワンピースのゾロが出てきた時はなんでだろうって自分は思いました。相当すごいね。あれ、え、それは本当にアニメーションっぽい感じの絵で出てきちゃう？それとも実写化されてるの？アニメです。アニメで。アニメです。なんか自分で妄想したアニメみたいなのが流れてて、なんかよくわかんないですけど、雪山の中をゾロと私で徘徊するっていう、よくわからない、よくわかんない夢を見ました。はい、それは面白そうだね。いやー、なかなか良かったですけどね。いや、実写化で出てきてほしかったな。いや、実写化だとなんか元のおじさんになっちゃう。不思議な実写です ね、だいぶ。実写なかなかすごいね、なんか面白い夢見たことあります？面白い夢、はい、面白い。でも未だに覚えてるのがなんか中学校ぐらいに見た夢なんだけど、はい、もうなんか黒の組織みたいなのずっと追いかけ回される夢。親子なんかな。そう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 、本当そんな感じ。その時期きっとコナン見てたんだろうね。なるほど。怖かったんですかね、黒の組織が。怖かった。なんかずっと追いかけられて、目を閉じてもまたそこから再会みたいな感じ。ああ、それ嫌ですね。そう。それが、一番印象的かな。もうあとも覚えてないけど、なんか、あれ、あの、怖い夢見た時に、自分の力で起きれます、無理やり。ああ、どうだろうね、はい。起きれるかもしれない。おう。うん。あんまね、はい、夢見ないんでね、あんま。あ、そうなんですか、うん、いいですね。熟睡、レム睡眠できてる感じですね。ただ、私のお父様、が、昔ちっちゃい時言ってたんだけど、はい、その、電気毛布あるじゃないですか。はいはいはい、私も結構暑がりのタイプですけど、はい、お父さんは譲りなんですよ。お父さんも暑がりで、電気毛布を使って寝てしまうと、はい、お父さん砂漠の夢を見るって言ってて。お体温上がりすぎそうそうそう。やばい、体温死ぬと思って。それは死にます、ね。そうそうそう。お父さん大丈夫っていうのを聞いて、私も別に電気毛布は使ってないんですけど、はい、使ったらそういう夢を見るんだろうなっていう気持ちにはなりました。なるほど。そうそう、砂漠の夢はすごいですね。そう、一応ね、あの、私の家自体には電気毛布はあるの。あの、はいはいはい、お友達泊まりに来たよ。主に吉岡さんが使うようなんですけど。なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。はいはい、いや、でも大事ですよ、電気毛布。本当？私もないと思う。きついです、冬は。暑いよ。そうです。砂漠の夢見ちゃうよ。砂漠の夢は見ないです。むしろない方がもう寝つけないというか、もう朝布団から出れなかったりするので。あ、そう。あった方がいいですね。ぬくぬく眠りたいです。男。極端に上げすぎなんじゃないですか、なんか、電気毛布の、あの、強弱みたいなやつ。わかんない。別になくても寝れるから。あ、すごい。それが羨ましいですね。そうね。まあそんな感じで、皆さん砂漠の夢が見たいときは電気毛布使ってください。
ということで番組を紹介していきたいと思います。はい、この番組ファンファンは月曜日から金曜日の23時から23時半までの帯番組となっております。月曜日担当がウェイウェイさんと渋谷真理子さん。火曜日は森本奈美子さんとベストパフォーマーの皆さん。水曜日は私、桐村まりと井上ゆかちゃん。はい、木曜日が、れのさとしさん、木村すばるさん。そして金曜日は、池田屋さんと尾崎えりさんでお送りする番組となっております。ぜひ、他の番組もチェックよろしくお願いします。お願いします。また、この番組は、東京モノレール羽田空港国際線ビル駅構内にある、エドプレスジャパンの認知度を向上させるための番組ともなっております。エドプレスジャパンというのは、羽田から世界へ日本の魅力を発信している外国人向けのインターネットテレビ放送局です。エドプレスジャパンで検索すると、ホームページから24時間動画を配信しております。また定期的に日本の魅力をご紹介するエドプレスマガジンというフリーペーパーも保管しております。日本のみならず海外でも手に取れるように配布されておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。ということで1月10日水曜日スタートです。お願いします。桐村まりのキリッとキラックラジオ、お便りのコーナー。はい、それでは早速お便りの方紹介、ゆかちゃんお願いします。はい、ラジオネーム普通の立ちこまさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。まりさん、ゆかさん、こんばんは。しょい、わしょい。新しい年を迎えたということで、今年も幸先のいいスタートが切れるように、二人に景気のいいおことを一つよろしくお願いいたしますというのと、あともう一つご紹介します、うんうん、いちご大福いちごさんからいただいております。ありがとうございます。きりちゃん、ゆかちゃん、こんばんは。しょい。さて、自分今年の、正月は久しぶりにどこも出かけたりせず、何の予定もない小学校を過ごして、ずっと家でぐったらしてました。いつも何かしらのイベントを行ってたりしたんだけど、たまにはこんな正月もいいもんですな。お二人はどんなお正月を過ごしましたか？では改めて今年もよろしくお願いいたします。ということで、ちゃんとお正月明けのお便りを送っていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、ほいほい、まずはあれですかね、景気のいいおことを一つ、景気のいいお言葉かな、お言葉、お言葉、うんうん、って書いてあるんですけど、お言葉ですかね。かうんうんうん、景気のいい。景気のいい。景気のいい。そんなのさっきから何回も言ってるじゃないですか。わしょい、わしょい、わしょい。そういうことですね。わしょい、わしょいですね。違いました。いやいや、わしょいはいい言葉ですよ。どうでしょう。お祭りわしょいみたいな感じになっちゃいますけど。今年一年、わしょいの気持ちで。そうですね。頑張っていきましょう。わしょい、わしょい盛り上げて、ね。へこんだ時とかもね、うん、とりあえず、なんか、わしょい、わしょいって言っとけば。って言っとけば、なんかちょっとテンション上がります。なんかあれ、桃太郎侍みたいなの、加藤の切り餅やってる方誰でしたっけ？あー、なるほど。はいはいはい。高橋秀樹さん。高橋マーサさん。マーサさん。マーサさんが、ポジティブ体操ってやつやってたから。はい、何それ何それ、ポジティブ、ポジティブって言いながら踊るっていう。なるほど。わっしょい体操ってことで。いいですね。わっしょい体操。わっしょい、わっしょい。作りましょう。わっしょい、わっしょい。言ってたら。おのずとテンションが上がってくるっていう、ね、うん、間違いないですね、はい、皆さん今年はこれでいきましょう。はい、行きましょう。はい、あとお正月どんな風に過ごしてましたか、うん、何しました？私ね、はい、友達の有宮あかりちゃんって子がボードゲーム会みたいなのを開いてたので、はい、そちらにお邪魔して1月1日に、はい、あら、結構な人数で、すごい、1日から、そうそうそう、有宮ちゃん自体はそのなんか前日入りから年越しまでやってたんだけど、私は1日から海鮮丼を作ったり、あ、はい、海鮮丼といえば、はいはい、大量に送られてきた黒豆はいかがいたしましたか？うんうん、黒豆ね、はい、結局いくみちゃん家に置いてきた。あら、全部。そう、はい、蓋が硬くて開かなかったの。あ、そうなんですか。その、真空状態にしてあるんで、はいはいはい、その、熱するときに。なるほど。だから保存が効くんだけど、はい、そう、女子のクリスマス会で、誰一人開けられなかったので、はい、黒豆が。ぐぬ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 、勝て勝て勝てって。なんで、もういくみちゃんの旦那さんが帰ってきてから開けてもらおうってなって。置いて帰ってきたんですね。置いて帰ってきた。大量の豆を置いて帰る。なるほど。じゃあ、いくみさんのお家にありますよ。食べたかな、わかんないけど。なるほど、なるほど。そうそう、よかったです。でも。置き引きしてる。あ、違うな。置き引き違う。置いて帰ってきた、ね。置いてきました。なるほど、なるほど。はい、行方がそんなことに。なので私は食べてません。そうなんですね。はい、残念ながら。いいですね。でも、ボードゲーム大会、絶対面白いですよね、うん、そうそう。あ、クリスマスもいかがでしたか？そういえば、皆さんで集まって。うん、楽しく、そうそう、クリスマス楽しかったですよ。なんか今年のあのケーキ、うん、まともでしたよね。今年のケーキは、はい、
もともとちゃんとイクミちゃんの監修が入ってるからじゃないですかね。さすがです。あの吉岡パイセンとか尾崎パイセンとかに作らせると、はい、ああいう形になりますが、なるほどなるほど。多分イクミちゃんの監修が入ってるんだと思う。さすがです。私は私の家でやるときは、はい、私がまあご飯料理を作ってる間にみんながケーキを盛り付けてるんで、はい、まあ、若干放置してるところなんですよ。なるほどなるほど。キャーキャー言いながらね、はい、うん、そうなんですけど、なるほどなるほど。今回はね、イクミ様が、なるほどなるほど、おしゃれな感じに泉様がやってらっしゃる。よかったです。無法地帯にはなってなかった。みんなやっちゃいけない人とやっちゃいい人って決めてる。ちょっと役割分担で大事ですよね。そう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 、大事です、すごい大事です。そうだと思う。それか、あの私ちょっと遅れてから、はい、ケーキが出来上がった頃に到着したので、そう、もしかしたらイクミンとなんか真面目な森屋さんとかが作ったのかもしれない。なセンス溢れる。そう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 。まやちゃん尾崎に任せると面白かった。やばい。楽しい、愉快な。そんな感じです。ちなみにゆかちゃんは？私はですね、お正月は、うん、とりあえずまあ紅白を見て年を越し、1日は特に何もせず、せず、2日に福袋と初売りに繰り出しました。福袋何個ぐらい買ったんですか？今年は珍しく1個しか買ってないんですよ。そうなんだ。そうなんです。いや、今年はもうちょっと無駄なお金を使わずに、うんうん、その有効的にセールの欲しいものをちゃんと吟味して買おうって言って、はいはいはい、お友達と一緒に2人で、いつもの2人なんですけども、うんうん、毎年もうここ4、5年ぐらい一緒に初売りに、うんうん、ね、そうなんです。行く子がいて。行事ね。そうなんです、うんうん。もう年末、ね、もう年始の行事なんですけれども。うん、それでもういろいろと買い、うんうん、今度、高知に、あの、歴女のメンバーで。あ、そっかね。はい、行ってくるので。お披露目を。そうなんです。そこ、それ用に、ちょっと、お乳のものを揃えなければって、はい、一生懸命、ちょっと、お買い物をしました。ほう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 。ので、とっても有意義なお正月となりました。よかったよかった。じゃあ、セールはもう素晴らしいですね。福袋で得たものを皆さんは高知公園で見れると、ゆかちゃんのお乳のお洋服を。年始に歩き回って探した服だぞって。じゃあそちらも楽しみにしておりました。してください。ということでした。はい、お便りどうもありがとうございます。ありがとうございます。この番組では皆様からの普通おたリクエストなどお待ちしております。宛先が、ファックス東京 03-5634-0792、東京 03-5634-0792、e メールが info@792fm.com、info@792fm.com までです。はい、そして私たちファンファンの番組問い合わせホームは http://fan-fun.com/req-u-e-s-t/ もう一回言うよ、はい、http://fan-fun.com/request/となっております。はい、はい、難しいね。ということで皆さんツイッターとかブログとかそちらのバナナ方をクリックして、はい、お便りの方をどしどしお待ちしております。キリムラマリのキリッと気楽ラジオ。今週も悩める子羊たちを救うべく、私キリムラマリと井上ゆかちゃんが聖女となってお悩みを解決いたします。はい、子羊たちは救われるのか、はたまた冥界に行ってしまうのか。それでは今週のお悩みをご紹介お願いします。はい、今週は私からのお悩みをマリー様にお答えいただければと思います。あらあら、何かしら。参ります。お正月、皆様、お酒を飲みますよね。うんうん。一杯のビールで、むくみが、凄まじくなってしまいます。ほう。どうしたら、お酒に強い体になりますか？ほう。マリー様、どうかお助けください。わかりました。それでは回答いたします。お酒を、毎日、ちょっとずつ飲めば飲めるようになるわよ。ほう。やっぱりね、人間ってずーっと飲んでないと飲めないの。なんか、急に飲んだりするとびっくりして、すごく、なんか出たりする。なるほど。私もお酒飲まない時が続くと、結構すぐ酔っちゃったりするから、ちょっとずつ慣らすっていうのはありかもしれない。ただね、体質的に本当に飲めない方は飲めないので、そこは無理しないように。ということで、ごきげんよう。ありがとうございます。キリムラマリのキリッと気楽ラジオ。私は誰？ドキドキ妄想しちゃうぞ。略して、私は誰？のコーナーでーす。すごい、あーれーのトーンでしたね。
私気持ち的には、はい、あ、これ言えないわ。あー、ちょっとまだ見てない方にはね、ネタバレになっちゃうかな。ちょっとね、ガルパンのね、最終章でこういうシーンあるから。はい、そうなんですよ。そうなんですよ。あそこすごい。すごい好きです。あそこすごい好き。あそこイメージしてみた。あそこからの下り超好きです。わかりますわかります。あそこイメージしてみたんですけど。はい。ということでですね。はい。今週も、無機物になりきって、その、ものをですね、当てていくゲームやっていきたいと思います。来ましたか？よいしょ。おー、これは一回やったな。ちょっともう一回引き直します。はい。おー、なるほど。はい。うん、では、うん、恒例のじゃんけんから参ります。いくよー。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。負けたー。私はいつまでもグーを出しませんよ。グー今年はちょっともう学習していくスタイルで次こそは負けない。え、ではそうですね、もうずっと私高校が続いておりましたので、マリさんにお先にやっていただこうかなと思います。前回私そこをとするあの、たまった分がございますので。あ、そうですか。累積が累積がございますので、はい、じゃあお願いいたします。はい、参ります。マリさんの無機物まで3、2、1、どうぞ。僕は、片足です。で、僕の上に乗って、でも、僕には漕ぐところがついてまして、それで、大道芸とかにもよく出たりします。で、まあ、そうですね、タイヤがついてます。タイヤと椅子が1個しかついてません。だけど、漕ぐものはちゃんと両足分あります。うん、そんな僕は、はい、なんだ、はい、一輪車。正解。やったー。そんなものも入ってるんですね。入ってた。正解。大道芸に使う。そうそうそう。うん。私お正月に大道芸の人を見ました。お。そうなんです。年末ですかね、うんうん、そういう時期なんですかね、うんうん、やる人はすごい。すごい。一輪車焦げません。昔は焦げた気がするな。ですよね。小学生ぐらいの時ですよね。ねえ。懐かしの。まあ今一輪車持ってないから分かんないけどね。そうですね。やってみないと、うん、もう自転車すら焦げるかどうか分かんないので。本当だいぶ乗ってないので。自転車。分かんないですね。じゃあ、ゆかちゃんの無機物、行ってみようかな。はい。ゆかちゃんです。3、2、1、9。私は、主に、陶器でできています。ほうほう。私の上に、皆さんはいろいろなものを乗せてまいります。うん。お肉だったり、お野菜だったり、はたまた、お米は、あるかな？うん、うん。皆さんの食卓に上がり、いつでも身近にいる存在。うん、うん。私がいてこそ、食卓が、成り立つ、そんな必需品。大事に大事に使ってね。そんなあなたの名前は、そんな私は何でしょう。お皿？ピンポーン！ちょっとあまりにシンプルすぎては難しいっていう。だったね、そうなんですよ。この、ただの二重丸っていう。二重線っていう。ちょっと、これは真偽ですね、とかね。これはでもお皿だと思いますよ。よいしょ。はい、お渡しました。じゃあこれは後で写真を撮ってツイッターにアップしようかな。きっとお皿です。いや、もしかしたら潰れた目玉焼きかもしれない。おかしいな。おかしいな。無機物ではない。はい、ということで以上、私は誰のコーナーでした。キリムラマリのキリッとキラッとラジオ、ワンポイント無駄知識。生活するには全く必要ない、でももしかしたら役に立つかもしれない情報を今夜も一つ紹介します。さて、今週は、行くよ！日本で最初にパンツを履いたのは、豊臣秀吉さん！ポルトガル人の人が貢ぎ物でくれたんだって。へぇー。パンツ！おきらっく！今日の、フェーブー。はい、このコーナーは桐村まりが個人でやっているただただ無言で笛を吹くユニット、フェーブーを広めるため、ただただ笛を吹いてリスナーの皆様とヨガちゃんが、とっても困惑して曲を当てるコーナーです。はい、はい、それでは早速
もうね、私たち的に言うと新年一発目の、はい、笛当てタイム。笛でございますね。今回は前回、前々回ですかね、超失敗しました。はい、おたまトゥーンを使って、はい、もう一度やってみたいと思います。お願いいたします。じゃあ、ゆかちゃん行くよ。はい。せーの。うまい。うまいよね。めっちゃうまい。うまいよね。これはわかりますよ。やったー。これはわかる。私もう最初のワンフレーズでわかりました。早い。うますぎて。マジですか。やばいです。覚醒してきてますね。ゆかちゃん、聞いてみようかな。3219、うん。Can you celebrate? イエーイ。Can you kiss me tonight? はーい。ね。そうです。お正月、私たちが大予想した紅白。なんと、間違って、白組が勝ちましたね。まさかの。はい。安室ちゃん出てたのにね。圧倒的に負けました。まあでも安室さん特別枠みたいな感じだったので。ね、はいはい。しょうがない。ということで、今回は安室さんの Can you celebrate でした。はい、もう一回だけ聞いてみる？いくよ。せーの。あ、じゃイエーイ！はい、以上、フェーブでした。はい、あっという間にエンディングのお時間でーす。はーい。あー、今ね、はい、私思い出した。はい。あのね、なんか告知してなかったけど、はい。なんか、ね、グリザイア、グリザイアのか、なんかっていう、はい、ゲームに、ふんわりしている。じゃん、やんわり出てます。やんわり。正式なタイトルはよろしいでございますか？グリザイア、グリザイア。みんな調べてね。なるほど。一回リツイートした。あ、そうなんですね。そうそうそう。まあまあ、ちょい役です。なんか、主人公の、子供時代の母親役みたいなの。なるほど、なるほど。あ、で、ゲームです、ゲーム。やってます。はい。あ、そうなんですね。うん、皆さん、頑張って検索してください。グリザイアのカージだったかな。だいぶふんわりしてる。あとね、はい、私もね、福袋思い出しました。あら。私ね、お洋服とか買ってないんですけど、はい、ゲームのガチャで回しました。おーガチャ、いいの出ました？出ました！あ、すごい！出ました！福袋なのに。福袋。ええ。まあ、星5が最高ランクなんですけど、はいはい、星5が2つも出ました。あ、すごい！ありがとうございます。福袋やりますね。やりました。さすがお正月。そう。去年は残念福袋だったんですけど。うん、あ、残念。なるほど。うつ袋ってやつですね。うつ袋だったんですけど、今年はなんと2個来まして。あ、福でしたね。ありがとうございました。素晴らしい。よかった。幸先がいいですね。はい。うん、そんな感じで、まあね、はい、スタートしていきますが。頑張っていきましょう。ね。まあ、前回ね、年明けずに、年を明けた感じのやつで。はい、そうですね。やっぱ、実際に明けると、やっぱ、すがすがしいですね。そうですね。全然違います、気持ちが。はい、ここからちょっと明けたってことで。はい、どんどん、頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。宛先ゆかちゃん、お願いします。はい、皆様からの、普通歌リクエストお待ちしております。ほいほい。ファックスが、東京0356-340-792、東京0356-340-792、E メールが、info@792fm.com info@792fm.com までです。はい、そして私たちファンファの番組問い合わせホームは http://fan-fun.com/req-u-e-s-t/ はい、難しいね。皆さん、ツイッターとかブログのバナーの方をクリックして、はい、お便りの方どしどしお待ちしております、はい、ということでファンファンウェンズで桐村まりのキリッとお気楽ラジオ、お相手は井上かと桐村まりでした。また来週もぜひ聞いてください。またね。